今日パフェ5つ食べた、ありがとう。昨日の放送後にデザート部のみんなで気合が入ってね、すごい本当にデザート部強いって、パフェの人多かったって、本当みんな頑張ってるね。本当になんか今回そのランちゃんとかも初めて一緒にこんな活動する機会がすごく多くて、ランちゃんものファンの方もすごい今日見てたらいっぱいデザート食べてらっしゃったりとか。そうだから、その私は今日セナさんとランちゃんの話をしたくて、そのランちゃんとセナタもめちゃめちゃ告知とか SNS ですごい頑張ってて、でランちゃんは配信しましょうって提案してくれたり、セナタは SNS ですごい告知を頑張ってくれたり、二人がまだ多分 AKB に入って MV 撮ってない、撮ったことないですよね多分。そうですよね、セナタンとランちゃん。私はその前回ショールーム選抜で MV をなんか初めて少人数で撮らせていただいて本当に幸せな気持ちになったから、そのセナタンとランちゃんの思いをめっちゃ背負ってるというか、なんか背負いたいじゃないけど、なんか二人が初 MV になったらすごく幸せだなって私も思ったので、今回二人のことがさらにめっちゃ好きになったから、二人になんかそういう素敵な経験をしてほしいなってめっちゃ思ってて、そう二人が頑張ってるの見てさらにすごい強く思ったんです、それを。だからなんか私がっていうより、私ももちろんまた MV 撮りたいし、音楽番組とかも出たいし、で昨日発表されたけどバケットも出れるですよね。私も出たいけど、なんかそういう撮ったことのない後輩たちにも、二人とも本当にいい子だから、そういう経験一緒にできたらいいなって強く思いました、この期間を経て。だからすごい個人戦というよりみんなで頑張ってる感じがして、なんかすごいデザート部でよかったなって思いました。セナタン今回の企画にかけてるって言ってた。セナタンもういい子、本当にいい子なんです。嬉しい、デザート部のチーム感好き、デザート部絶対いいユニット、嬉しい、私もそう思う。でもだからそうですね、負けられない。でも本当に私たちも店舗食べ行きたかったり、店舗立ちたかったり、本当にめっちゃお願いしたんですけど、多分結局できそうにないので、本当に私自身も直接売り上げに貢献できないのはめちゃめちゃもどかしいというか、私も食べ行きたかった、作法とも本当に行きたかったねって言ってたけど。切り抜きをご覧の皆さん、お話し会も再販受付中です。みんな待ってるよ。詳しくはこちらの URL をクリック。